相棒志向1、2月4日隊は、日本の外交官。地球規模課題審議官、外務省領事局長、駐イスラエル特命全権大使を経て、駐大韓民国特命全権大使。鹿児島県出身。1982年10月、東京大学教養学部在学中に、外務公務員採用上級試験に合格する。1983年東大を卒業して外務省に入省した。フランス語研修 ?2021 年2月12日、韓国に入国したが、新型コロナウイルス感染症の防疫のため隔離に応じた。同月26日、赴任後初めて外交部庁舎を訪ねて信任状の写本を提出。宰相兼外交部第一次官と会談した。AB イスラエル大使に相棒志白日本、経済新聞、ASEAN 日本政府代表部、ミッションオブジャパン2 ASEAN プロフィール、ASEAN 日本政府代表部、2014年4月19日閲覧。外務省領事局長に、三好式陽小生光一氏、日本経済新聞、日経、ネット、2014年4月15日閲覧。外務省人事経済担当外信に、山崎氏=総政局長は、鈴木氏、外務省時事.comニュース、韓国大使に相棒志氏。日本経済新聞。2021年1月10日閲覧。日本大使にあった韓国外交次官、慰安婦判決では、隔たり確認。中央日報。2021年2月28日閲覧。ありがとうございます。